オートチャンネルご視聴の皆さん、こんにちは、おはようございます。ファン TV の青葉幸です。今回8回目実践動画となっております。何の実践ですか？オーバーロード2でございます。うん、なんかもう導入されててかなり日にちも経っちゃってるので、どんな感じで6の挙動なのかなっていうのを見ていきたいと思います。そしてオープニング変わったんですよ自分で拍手してるよ。どうでしたか？いい感じですよね。ディレクターが変わったんです。ちょっとタッグを組んでいこうかなっていう感じで、今日もよろしく。よろしくお願いします。全然アニメのこと知らないからポンコツなんですけど、ちゃんと考えできるかどうかなっていう感じで。今回はちゃんと見てきましたから。うん、なんかご要望なんでしょ？そうなんですよ。一色いろはさんで間違いないですね。いろはすです。後で買ってこよう。いやマジで本当に写真で見た時に、今まで見たコスプレイヤーで一番可愛いな、このコスプレっていうぐらい可愛いなって思ったんですけど、どうですかね皆さん、ちょっと違いました。なんだよそれ、ふざけんなよとりあえずうちに行くよ。はい、オッケーです、うん、行きましょう。じゃあ行ってきます。ではオバロ2遊戯していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、前作打ってる？前作1回だけ打ったことある、うん、お、早速 EX ベルだよ。 EX ベルって何ですか？え、なんかね、ここ3つ貯めると次回疑似遊戯で、うん、子役揃うらしい。レア子役？うん、子役引いて、うん、チャンスゾーンに入れる。でチャンスゾーン刺したら AT だ。そう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 。まあそんなことよりも何よりもチャンスゾーンをそもそも有利にするものがあるの。タイムアクセラレーターにそもそも入れて、チャンスゾーン有利にしてチャンスゾーンに向かうっていうのが、まあ、基本な流れ。ちなみに打ち方って簡単なんですか？赤七をまずここ狙うんだけど、うん、狙わないと何が起こるかっていうのは弱中と強中の判別ができないらしいよ。へー、うん、そうなんだ。だから基本的には目押し、まあここ必須って思ってもらえれば。あ、スイカかな。これスイカです。ジャックスイカで、今ここなんか紫に光ってますね。エッチングランプ、いい名前だね。そこのエッチングランプが前兆の示唆。へえ、子役引いたらここ光る。あ、そうなんだ。そう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 。まあもう今ちょっとなんか煽り来てるじゃん。ほら、ここでタイムアクセラレーターに入ると思う、おそらく。そんな簡単に入るの？抽選だから必ずとは言えないかな。結構長いのかな。あ、これがタイムアクセラレーター。あー、カンペ落ちたよ。見てこれ、6枚返ってきたかんね。ナンバー頭入って PK チャンスを強化させるんだって。12ゲーム継続、全子役で対応したマスと成立役で強化するんだってそんな説明もうボロボロよ。大丈夫大丈夫大丈夫。12ゲームがこのアルティメットクロックにリンクしてるんですよ。12時間分ってことですね。このタイムアクセラレーターにも設定差があるんだって、うん、へー。1で87分の1で、6で77分の1。あれ EX カウンター減算した。そう、減算したね。ハズレでもね、EX 減算できるんだよ。うーん、これ押していいのかな。なんだ、なんか何も言わなかった、うん、これがデフォなんだけど、このまま PK チャンスに行くこともあるらしい。タイムアクセラレーターをできれば3回くらいやりたいんだ。チャンスゾーンまでにね。そう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 。マス増やしていい色たくさんゲットして、チャンスゾーン安心して突破したい。うん。お、なんかいい、これ引きたい。これできれば、はい、あ、スイカかな。これちゃんめです。弱ちゃんめかな、確か。弱ちゃんめ。うん、そもそもこの台って開始結構出てたんだ、うん、調べた感じ。チャンスゾーンと AT の設定差もちろんあります、はい、でそこを見るだけじゃわからないじゃん。でそれに今回は子役もしっかり設定差があるんですよ。その子役がちゃんめ、弱チェ、弱スイカかな。ちゃんめは弱ちゃんめ。弱ちゃんめ。お、赤くなった。赤だ、美味しいよ。このマスの色の説明はじゃあチャンスゾーン行ってからしますか。うん、あまあ基本的には、見て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 、次子役よ。はい、
でこれさ、ギジってことは名知らないってことなの？いる、あの、見分けるんだったらいるよね。でもブルってるよ。あの、ぐるんぐるんいかないと思うよ。あー、じゃあちゃんと見回しした方がいいんだね。ジャクちゃん目です。てかさ、さっき見忘れてたんだけどさ、気づいたら86ゲーム過ぎちゃってたんだけどさじゃあ説明足りなかったっすね。末尾86、まあ、オバロのバロね、うん、バローだよ、バロー、うん、バローで、チャンスがあるのよ、うん、でも86過ぎちゃったからわからない。それで直撃すりゃなんか高設定の可能性高まるよみたいなのあるかもしれんみたいな感じ。あね、一番の見分けやすさは白ビックらしいよ。白ビック、うん、青と赤じゃないのこれ。赤と白があって、白そこにかなりの設定差があるっぽくて。そうなんだ。朝一から白7見れたら なんか強い演出。なんかミッションに行ったんだけど、なんでか知らない、なんか行けたっぽくない。はい、待って待って、これさ直ったよ。直だよね。うん、直。なんで直った？直撃はあるっては書いてあったけど、でもこんなもん一部としか書いてなかった公式に。なんすかこれ、気づかぬうち。え、こんなもん取り直す。やる？じゃあ、やらないっていう選択肢がないよね、まず。なにこれ。とりあえずアルティメットクロックが泣いてるよ早く押してって。はい落ち着いて。綺麗。マジだ、ほんとだ。落ち着いて、始まっちゃった。はい、策略の間からスタートします。これは仲間を参戦仲間参戦抽選してます。今あと対戦相手の審査もしてるらしいです。ね、早すぎる。ここで報酬のランクが決まるんだよね。うん、今回は C のナーベ対ベータ、まあ普通ぐらい、多分普通なんだろうな、うん、基本的には今何もついてないからベルでもう連打していくしかないから。そうそうそう、ベルとレアエコをとにかく引くんですよね。あ、でも青ベルか。あ、もう仲間、おお、レアエコ引いてる。うおー、紫まで行った。引くね、よく。でも赤でラキューラ追加を引いたじゃない。追加だと毎ゲームダメージが来るよ来るよ来るよ、みんな来るよ。あと2本おーおーおーおお、健康盛りだな、マジでね。外れる。おお、そんなことある。なんでさ、こんな勉強してくんのにさ頭の中入んないんだろうね。すごいよな、みんな向いてない慣れていくんですよ。あー、また、あー、赤か。で、これ美味しそう。美味しそうだね。ガガーラン賛成、赤い服。なんかね、子役の無駄引きがないとは聞いた。ここ今、ここが回復してくれた。ほー、もう勝っちゃった。で、じゃあこの余ったゲーム数あるじゃん、これはここから消化をするっていう感じになるの。無駄にならないんだ。そう、これ今超ラッキーなの、実は。すごい残してるじゃん。そう、ここで子役を引くと報酬ランクの抽選してるから、うん、今子役引くの大事なんだ。あ、さっきの C だったのが上がる可能性があるってこと？そう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 、何も引けなかった、クソ。で、この四国の一等のこの1ゲーム目、あ、ダメだ、ね、1ゲーム完結のチャンスゾーンなんですよね。そう、子役引けたら報酬が上がってた可能性もあるんだ。今しょっぱい感じ、一人しかいないしね、もう一人ぐらい欲しいね。二人参戦。え、ティナ4人揃った。これ強いパターンじゃない？うん、ちょっと頑張りたいね。いや全然無理よ。
ちょっと待って、無理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 。仲間こんなにいてもダメなのね。あと何ゲームか分かんない。でも確かにそう、ゲームとは分かんない。いけるのか。あ、え、危ないね。難しい。いいじゃん、勝ったじゃん。でも今日めっちゃ反省会だと思うんだ。なんで反省会するの。もっとたくさん伝えたい。ちゃんとこんなに勉強したのに全然入ってねえ。なんで、あのさ、今までさ、うん、勉強してこいよって言われ続けたの。そう話にならねえって。勉強してこないと。超厳しかったんだ。そうなの。そう、それのおかげで今の自分がいるんだけど、うん、反省点はすごい言われるの毎回。編集でどうにかすればいいじゃん。いやー、でも実力が伴わないとさ、編集する身もさ、やっぱきついじゃん。なんで。やりやすくしてあげるのも演者の仕事よ。演者さんが編集に文句を言うのも違うけど編集が演者さんに文句言うのも違うと思う。あー、まあでもほら、多分撮りやすくしたかったのかな。わ、揃うと思う。俺は揃ってほしい。おー、やる。マジで言ってんの楽しい。これさ、勝ちプラスでしょ。うん、でもう一撃一撃だよね。おー、SS ランク報酬だ。上乗せ特化ゾーンで1ゲーム目で早く SS ランクもう1回もらえる。今言ってどうすんの。その画面にしてから言ってくんの押さしてあげるよ。なんで押していいよ。はい行きます。これね、うわー、これ写真撮りたかったです。これだね。いい音。挟んでみようかな。これなんか大丈夫そう。1個まずここにカチッってさっきみたいにはまると2ライン取れるから2ストック取れるらしいんだ。なるほどね。だからで、これをね、ここにドーンってしたい。ドーン、ダメだ。あ、しかも外してる。あとで中押ししてみてよ。大丈夫かな。疑似遊戯だったから大丈夫。ん、中押ししてみてよ。ドーン。おー、一角って言った。テンション上がる。黒、ここ待って、ちょっと待って、うん、平均ストック3個って言ってたよね。あれ終わったよ。2個だって。バトル勝ったらさ、消化しないんだよね、うん、そう、そのまま持ち越しのまんまゲームが進めていけるから、1個持ってるだけでもかなり違うって。うーん、だから期待値1500枚もあるのか。そう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 、ポリシーじゃないんだけど、脱いで注目を集めるってことはしないって決めてるんだ。もともと自分を好いてくれてる人たちがそれは望んでない。そうなの。そう、ごめんね、目押ししてる時はちょっとこう喋れない時があるから。いいよ。豚なのこれ。何、脳みそなんか。いや、何、いや筋がさよく見てなんで得は元気になりそうだね。あーじゃないよ。エッチングエッチング面白かったな。あ、勝っちゃった。勝っちゃった。あ、帰りたい。それ流れるたびに鬱になるのやめてよ。でさ、女の子のね、友達がね、クソほど笑ってた。マジで。うん。あーねって言ってた。IQ ってそっちねって言ってた。知らない人からしたらそうなるって。シャナ知ってる？赤目の？あれなんだっけ？尺が尺が木野聡さんっていう名前が初耳だもん。あ、本当？結構大御所だけどね。ヒントね、鬼滅。お弁当を食べる人倒した人もっといい柱だ柱。
お弁当食べる人って煉獄さんのこと言ってる。あ、そうそう煉獄さん。そう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 煉獄さん。合ってる合ってる合ってる。でもさ、あれ全員お弁当食ってるからさ。早っ。俺何も言ってねえから笑ってるだけだったんだ。あ、倒した。こんな簡単に継続すんの。あ、ね6、9、12戦目でモモン VS ヤルダーバーオードバトルのチャンスなんだよ。うん、アルティメットバトルね。ちょっとあ、なんだろう、9の特別仕様とかかな。いや、これがそれなんじゃないの。え、英語が読めない。どこ、ちょっとここなんて書いてある。あ、アルティメットカードじゃん。カードって書いてあるよね。それモモン VS ヤルダーバートで。そうだよね。おー、やる。ドゥーン。 HP の減り方異常。エブイ、どう。そろそろ本気出したらどうだって言われてるよ。あ、倒した。どう、打ってみたい。今のところちょっと打ってみたいかも。変わる。それ毎回聞くよね。変わって私がディレクターでやるよ。青葉幸の何でもありじゃん。青葉幸の何でもありじゃん。うるせえ。なんだよ、間違ってねえだろ。上げ足とんなよ。なんか、あ、左、右。あ、これで、あ、なるほどね、うん、もう戻れないよ。どこ、俺はね、うん、基本的に中右左しかやんない人だから。あ、じゃあそれでいくか。いけた。ダメだ、終わった。1218枚、上出来。一応画面示唆もしてるっぽいけど、今回は特に何事もなく。おお、落ちた。大事なとことりあえずね、PK チャンス1回入れたいね。いい、やってみたい。あまりにも展開良すぎたからな。そう、通常や何もやってないんだよね。でもさ、朝一からさ、1200枚遊べるゴス。あ、来た。タイムアクセラレーター。でもさらっと来るよね、この、うん、いい感じなところなのに。どっちか。タイムアクセラレーターか、うん、まあ、できればタイムアクセラレーターでもうちょっと遊ばせてもらいたい。あ、はい、PK チャンス。 AT 期待度約 45% です。正解。12ゲームだって。そう、12ゲーム。一旦ここまではステージ愛よだよね。そんなことはないよ、左のその対応薬引ければチリ。そう、あ、あ、びっくりした。無理無理、やだ。あー、押しとく一応。いや、無理でしょ、だって何も引いてないんだもん。まあそうだよね、うん、ちょっときつそうだったね、今のは。お姉様、86だったところ、後ろ赤くなってるよ、なんか。ここ、うん、これがさ、86の青いじゃない。恩恵でもさ、子役を要所要所で引いちゃうから分からんよ。確かにね。そう、これやるからガガーランやってよ。だったらモモンやるわ。でも割とお金高いよ。あ、赤だ。えい、8点。もう一回 PK チャンスいくのかな。さっきミッションって書いてあったよね、うん、でもここで PK チャンスいっても、スルーでしょ、これは。だよね、虹色。でもさ、ここで PK チャンスいってもさ、マスはないんだよね。は？え？おー？煽り的にはゲーム数だったよね。後ろ赤かったし。まあそうだね。ねえ待って、純粋な PK のやつやらせてもらえませんか？思ったより面白かった。お、よかった。打った感じできる感はないから、うん、ただ一個ムカついたのは、これをまとめてる最中に気づいたのが、うん、旧オーバーロードを1時間まとめててっていうことでエンディングいきます。実践終了しました、お疲れ様です。
オーバーロード2設定6打させてもらったんですけれども、体感的に思ったのは TA と PK の移行率かなりいろんなことにこうポン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 入ってた。総ゲーム数的には1000ゲームしか打ってないんですけど、通常ゲーム300ゲームくらいで7回ぐらい行ってたかな確か。そこでちょっと上下見抜くは全然ありだと思うけど、しっかり打ちたい人は子役とかちゃんとカチカチくんとか持ってね打ってくれたら多分判別しっかりできるんじゃないかなっていう風に思ってました。今回6打っちゃってるんでいい状態で当たってて、なんか他の人のね見たことないパターンで当たってたりとかするから、直撃なのかとか引き戻しなのかとかこう試行錯誤しながらなんですけど、トリガーさえ引ければかなり出玉もついてくるし楽しめるんじゃないかなっていう台に仕上がってると私は思いました。いかがでしたか？設定狙いしたいなって思いました。うん、そうだよね、せっかくなら。うん、そうそう、下は打ってないか分かんないけどそこを狙いでいくんだったらありだなって思う。私も今後も期待したいと思います。ということでこの後ももう一本ある言うなしはい、頑張るんでチャンネル登録、高評価、ベルマークの通知登録、あとコメントよろしくお願いします。これやってほしいとか欲しいんです。ということでよろしくお願いします。ミロください。ということでアボサツでした。